マメちゃん、マメちゃんだよ、顔見せて。すごいね、ご飯ちゃんと食べて体重も、あれもちょっと痩せたかな、100、この間104あったんですよね。そうです、食べてはいるんですけど、うんちも出ます、うんちめちゃくちゃ出ました。ここ見て、3日4日、はい、どうぞ。ごめんなさい、今日は16だから、そこじゃ広い、あ、でも僕101だ、広いので、今日の朝で100、すごいしました。本当だ、すごいね、代謝が良くなってんのかな。今日あんまりだったんですけど、朝18個、すごいです。だからこの辺でちょっと痩せちゃいました。道が。まあでも出た方がいいですね。現地は70から80。あ、でもこの辺はすごいんだ。この辺は夜久しぶりに外出してくれっていう感じで。あ、やってました。そうです。ちょっと見抜いた目がすごいかな。こんな痛くないはずがないもんね。そうですね。はい、じゃあちょっと。食べてくれてる。また後で食べよう。本当にしてくれるかな。ようこそ。何見せて。腹ばっかりね。なかなか見えんよね、これ。よし、ワンクリーン出して。あ、こちら側から、なんか。赤いの。外眼角の方からなんか、なんか赤い肉が組織が出てる。ちょっとさ、ああやってさ、見せて。とりあえずワンクリーンで来ました。これ、これ、ごめんね、ごめんごめん、はいはいはい、ちょっと休憩。あんまり気にしないんだね。こっちの顔からなんか赤いさ、目の内側には瞬膜ってあるんですよね。じゃなくて外側からなんかさ、肉が組織状のものがこう出てますね。多分それは生体反応として守ろうとしてる。そうそう、守ろうとしてる。目の表面、目の表面ってね、目の裏からは栄養来るけど、目の表面からは栄養来ないんですよ。そうすると、覆って、肉が組織を覆って、そこの肉が組織の裏から目の表面に栄養を渡そうとしてるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、次。はい、じゃあもう一回。でも、大変だよね、一人やるの、この子。大変ですね、なかなか。こっち側かも。今も私も一人でやれって言われるとなかなかない。ジャンガリアンぐらいだとね、一人でできちゃうんだけど、あ、しまった、間違えた、一人で行けちゃうんですけどね。もうちょっといる？どこにある？まあだからお家ではあれですよね。ミヤニが最近ミヤニって朝一番出ます？いや、あんま出てないですけど、空いてない感じはあるので一応これさせてます。うん、まあじゃあやっぱりで外でも空いててミヤニがなかったらこれ飛ばして、パプテインとどこ行った？抗生剤と何個も私出したんだっけ？3つと軟膏を1つ、夜は軟膏をさせてますね。はい、それで行ってください。で、あのこの子がさ、メイドの薬を飲ませてもらってるじゃないですか。で、まあ特にあの2日に1回飲みますね、はいはい、あれステロイドなんですよ、はい、
プレドニドロンという、あれがまあ炎症を抑えるし、あの働きもあるんですけども、あの他の副作用って言ったらおかしいけど、お腹空くんですね、うんうんうん、だからよく食べる、うん、よ喉も渇くからよく飲む、だからおしっこも増えるという作用があります。でただし今5ミリで入ってるから、今日出すときはちょっとだけ量を減らしますのでね。はい、はい、じゃあ店員まで行ったからこの子だ。はい、ここは左目だけね。ほい、はい、そう、はい、パチ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 。はい、じゃあまだ休憩。はい、まだ食べてもらっちゃうからね。おじさんの口の中すっごいとりあえず口に入れてください。それでね、あ、そうか、構成者でしょ、60年とか。すみません。で、なんとかさ、なんかちょっと炎症はなんとなくちょっと収まってきてる感じはしますね。で、飲み薬はまだ1週間だよね、飲んで。そうです、はい、明日までか、16日まで。でね、B の薬はね、まだ同じようです。あの、2日に1回の薬ね。ウレドニゾーの。ウレドニゾーの。うん。あの、EOD。いや、2日に1回。いいですね。白いやつです。はい、白いやつ。で、あれ1本に5ミリ入ってます。まだこの量でいきます。で、これをあの2週間飲んだらね、ちょっと量を下げてきます。まあ、5ミリの16分の1だけですから、こういうふうに。次回ね、今回はまだ飲み入ってますね。それでちょっとずつ減らして2日に1回で投薬するとステロイドの副作用は出にくいですからね。で A は1日何回飲んでます？3です。目薬ですね、3飲んでおいてください。で目薬も3回やってるんですね。でプラスで最後に軟膏を入れる。もう一回、さっき何先生だっけ、あ、ごめん、さっき抗生剤刺したんだっけ、違うか、右、左目だけ刺した どっち刺したけど、抗生剤だと思う。もう一回ちょっとこっちに刺します。はい、ごめんね、寝ててね、おー、すわ、いた、よし、はい、パチ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 。はい、ここに下ろして、もう一個目。はい。やばい。8個ぐらいあるんだけど。口に入れてくれる。で、まあこの子はもう1年半過ぎてるから、あの若い子にはあんまりやらない方がいいって言われてる。ひまわりじゃんじゃんやってくださいね。ガナッツ、くるみ。ちょっと振りながらいいね。ひまわりちょっと量増やしてあげてます。あ、入れちゃった。ごめんね、ちょっとおめめ失礼します、ね。田島君、B はプレはあの一緒です。5ミリのワンタブで。はい、うん、まだ1週間かな。あ、2週間か。あ、2週間。ごめんなさい、勘違いしました。じゃあ今日下げるんですね。ごめんね、ごめんごめん。失礼しました。20分もらってたんで。失礼しました。じゃあ今日下げます。16分の15にしてください。はい。そうですね、ごめんなさい。じゃあ今日から、今までがこれで、今日は11月16ね。うん、もうこの量で2週間飲んでもらってるんで、15分の16分の15分。眩しいね、ごめんね。ちょっと減らすと。16分の1タブだけ減らすと。いやでもうんちがさ、70ってすごいね、素晴らしいね。どこに行くの、どこに行くの。どこに行くの。はい、じゃあ最後に戻ってください。うんちゃん元気かね、すごいね。ブラシ買って、あ、ブラッシングしてます。OK。おー、開いた。OK。パチ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 。頑張った、頑張った。はい、じゃあ、ちょっと並ばさ。はい、軽くじゃ手にかけて。ちょっとブラッシングしてください。これも治療ですか？はい。治療を良くするという治療です。
あえて手でやるだけでもいいですよ。歯ブラシ買ってもらえるから柔らかい歯ブラシこうやったけど気持ちよさそうにしますか。見えます、見えます。まあ食べてまあね、そうなんだよね。で慣れる子はさ気持ちよさそうにしますよ。どうなんかな、うん、まああの痛くないようにね、気持ちよいように優しくやってるんですけど、そう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 、優しくはやってほしいんですけどね。今日はまだ稼げるんでね。はい。じゃあこれは引き続きとても分かりやすいです。だからこの体重が増えるといいですか。そう、増えるといい。まあこの年齢だからさ減らなきゃいいかな、とは思うんですけどね。じゃあ増えればいいですよ。だからとにかく脂肪分の多いものと、それからあとタンパク質ね。タンパク質系は何か食べるのかな。タンパク質系っていうと何があるんですか。タンパク質系っていうと鶏のささみとかお豆腐とか。ハムチュールがささみベースでそれを抱いてて、あと卵とキャベツ、うん、卵も白身の方ね。そうです、そうです、うん、そうだからささみはね、もし人間が鶏肉食べるときはさ味がついてないさ皮のついてないところを 1g か 2g ちょっとやってやってください。味がついてちゃちょっとまずいんでね、うん、はい、ちょっとこういうのは長期戦です、申し訳ないので、はい、だからまた僕が毎度あの回数は減らさないように、ね、3回やってあげて、変わったことがあればもちろん言ってください。なければまた1週間後ね、はい、気にしてください。ね、今度の時にもしね一般状態が今ぐらい良ければね、気経中を予防する薬をつけさせてください、はい、で話がないからだ。